あんたに。ん、あった。ろくに寝てないでしょ。ええ、なんでわかるんですか。すごいですね。そんだけ目の下にクマ作ってりゃ。負け。あんたのせいじゃない。あんたは精一杯頑張った。普段あんたを一番責めてる私が言うんだ。結局寝てるし仕方ないな。二人はできてるだと。白鳥には三段。なんだあのオーラは。見ちゃまずかったんじゃ。のせいかもしれんが。なんだ北原、みんなの視線がいつもと違わないか。俺もそう思っていた。なぜだろうな。わからん。俺たちはいつも通りなのに。だよな、いつも通りだよな。何、今俺に何が起きてんの。明日死ぬの。こいつはとんだ異常事態だ。あとなぜか周囲の殺気が強くなった気がするんだが。これは確実にコテガンが何か知ってるな。なあ、チサ。なに、イオリ。大親友だもんね、俺たち。話せ、俺は無関係だ。2週間だっけ。来たわろ。一緒に考えようか。いや、そうだな。別に付き合ってるわけでもないんだ。一緒に暮らしてるかな。自分だけ助かろうなんて甘えんだよ。七香さん、どうしたの。今日大学の連中が俺の部屋に来ると言ってまして。へえ、お友達が来るのね。なので大至急隠れてください。あ、どうして。うまく説明できないんですが、ありていに言うと俺の命に関わるんです。来るのはお友達じゃないの。飲み物と食い物買ってきたぞ。おー、で、ここが俺の部屋な。あ、シャーロック、あったぞー。あ、これは。イオリくん、だいたいあんな可愛い。イオリ、お風呂開いたから次。あ、はあ、ごめん、友達が来てると思わなくて。違うんだ、俺の足に。これ、助けて。お前ら、血で床を汚すなよ。貴様。ロスから転校してきました、ブルージーフルージーです。イジーって呼んでください。あの子、なんで。美人、可愛い。正義くん。A few moments later。 イジーさん、赤塚くんと知り合いなの。そうね。ただならぬ関係とだけ。ちょっと正義の保護者として今の言葉は聞き捨てられないわ。大体あんた正義をストーカーしてた子でしょ。何が目的なのよ。誤解だ。力胸、ちょっと育ちすぎじゃないの。授業始めますよ、ついてください。お男子、どうしたんだ。夏樹、あんた休み時間に何やってんの。決まってるだろ、掃除だ。どかなくては。だって今日僕は日直なのだからな。これくらいは朝ごはん前だ。タクマは勉強か。いつまで経ってもあの調子だな。昨日だって僕に見向きもしないし。もしかして僕自身に魅力がない。確かに僕は一応たちに比べて体が貧相じゃなくて発展途上だし、思い返せばタクマに今まで厳しく当たりすぎていた気も。これが噂のメイド服か。想像以上の可愛さだな。注目されるのは苦手なんだけど頑張らねば。藤井様、やべえ、燃え死んだ。ごめん、すぐ拭くね。悪魔めあの野郎。
勉強、ただそれだけだ。アンチ恋愛。キド君、あなたが好きだから、もうあなたにメロメロなの。は？あなたにエロエロなの。待て、意味わからん。事態が悪化した。大騒ぎになってしまいましたね。どこかに連れてって、私をさらって。みなさん、ボンジャールナ。エリカ・ブランデッディです。まず最初にご説明しておきます。私にはもう将来を約束した人がいます。それはあの人、草薙五道です。あのこれからはいつでも一緒にいられるわね、古道。これから日本にしばらくいるんですもの。そうそう、マンションも借りたわ。後で案内するわね。待て古道、お前。違うぞ。間違えるわけないでしょ。あなたの肌のぬくもりよ。ぬくもり？エリカ待て、それ以上は。はっきりさせておいた方がいいわ。私と五道はすでに一夜を共にして。何が？どうしてここにいる？足を二人だもの。一緒にいられる時はいるの。まさかOKもらえるなんて。いいよ、付き合おうか、うちら。いまいち釈然としないよな。あんな巨乳で可愛いイケイケのギャルとこんな俺が付き合えるはずがないだろ。やっぱりもうあの子とは関わらない方が。よう、あーす。なんだお前らくん。いや、昨日はその、なんだ、悪かったな、純一。え？俺たちちょっとやりすぎたわ。うん。ああ、そういえば俺、こいつらに無理やり告白させられたんだ。ずっと友達だからな。お前ら、そうだよ。もう女なんてゴリゴリだぜ。悪い、ちょっとメセが。千鳥だぞ。どちら様ですか。リア充が映るので話しかけないでくれます。お前ら、こんなに早い手のひら返しとか。手首柔らかいんだね。この裏切り者め。もう一度確認しますが、宿泊に際した部屋は男女別々になります。ご両親の許可をいただいたのですから、たとえ一泊といえど線引きはしっかりしないといけません。つまりイチャイチャ禁止です。はあ。じゃあアグリたち、何のためにこんなとこまで来たのさ。ゲーム同好会の真面目な合宿です。しかし天道よ、真面目な合宿の割には随分気合が入ってんな。何を言ってるんですか。これくらいは女性のたしなみとして当然です。ここ本当に暑いですよ。ほら。やったな。実際ちょっと値段高すぎじゃない？ゲームソフトってさ。ぎっくり。そりゃまあ6000円とか高い T シャツなんかもザラにあるだろ。いやいや、ファッションはいいんだよ、生活必需品だから。でもゲームって何の役にも立たないのに6000円っておかしくない？いやいやいや。めちゃくちゃ可愛くね。リト、どこ？リト、何してんだよこんなところで。学校ってどんなとこなのかな。私はリトのお嫁さんです。なに、ムカつくんだよな。とりあえずユキ一発殴らせろ。痛くしないから。いや待て、あの人わかる。本当だな。なんであの人たち怒ってるの。お前のせいだ。ちくしょう。なら、なんとかしろ。なんとかって？いろいろすげえ相手。